ユーコ、こっちおいで。私が何を言いたいか分かるね。ユウコ、アテネダの憲法言ってごらん。お前が竜村小次郎となったことは、特定の男の支配を受けたことになるんだよ。団長、悔しいんやろ。なんだって？自分がしよう思ってもできへんさか。焼いてるのや。なんで一人でうちをリンチするんや。アテネダみんなでしたらええやないか。団長はうちが憎いんや。次郎さんと寝たうちが憎いんや。そうかもしれないね。ゆう子、好きになるってことはね、人を信じることなんだよ。でも私信じられないんだ、大人の世界が。団長と同じなんよ。お母さんが離婚してうちを連れて再婚したけど、夜になると義理の親父が張ってきて触るんや。誰にも言えなくて、学校に行ってもそのことが気になって。ユウコ、この世の中は誰も助けてくれないんだ。自分だけが頼りなんだよ。さあ、お行き。いや、どこにも行きたくない。うち、団長のためなら何でもする。死ねと言われれば死ぬわ。うちを離さないで。